線引きができないですよね。黒い雨が降る状況、原子雲がこう流れてきて、そして放射性物質が拡散していく。それ線で区切ることは絶対できんと思うんです。だから線で区切った以上、線の外も健康調査をして確かめてみにゃいけんですよね。国はずっとそれを怠ってるから許すことはできません。4歳ですね。座敷で一人で絵本を見ていると急に部屋が明るくなって、もう明るいいうのがすっごく明るくって、それから音と同時に地震のように家が揺れて、タンスとか障子とか襖とか皆自分に向かって倒れてくるような気がして大泣きして外へ出ました。辺りが暗くなって、それからずっと後になって焼け焦げた紙とか、それからいろんなものが飛んできて、それから雨が降り出したんだと思うんですが、私にはそこらが記憶にない。おそらく雨の降るのを見て軒下に入って見ていたんだろうと思います。こんにちは、こんにちは、言うても声がしないんですよね。座敷のとこ見たら男の人が転げてるので、どうしたんですか、どうしたんですか、言うてから声をかけると、何の用事や、いうような感じで、病気なんですか、言っても関係なかるまあ、いうような感じで つっけんどに言われて、病気なら病院行ってるんですか、いうようなことを言ったら、そんなお金あるか、いうような感じで帰ってきて、ああ、この人は死ぬのを待ってるんだなと思って、非常に、しかもこれは黒い雨、被爆と関係があるんじゃないか思えて、非常に心痛めました。被害はみんなそこにいた人が被ってるので、で病気だらけの人生を送ってる人もおるし、でこれはやっぱり原爆にあったのと同じことで、保証も何もないのはやっぱりおかしいと思い出して、みんなのために頑張らねえけん思って、訪問したり、それから署名を取って市へ提出したり、それから黒闇ニュースを作って活動をずっとしました。それが原因で市が動いたんだろうと思うんです。市議会で多数決で決まったんですね。黒闇の問題を正面に抱えて取り組もうじゃないかいうのが決まって、そこから市が積極的にアンケートとか面接とかして動いてくれました。
それがなかったんですよ。いや、おそらく雨が降るときに軒下でずっと見よったから被爆してるんじゃないかいうのはありました。だけど中学校高校大学と比較的元気ででしたので、黒い雨の問題と出会った時に、病気だらけの人生じゃないんだから浴びてないんじゃないか、本当はこういう運動にふさしくないんじゃないかな、思いがずっと続きました。裁判がおしまい頃になると、原告のみんな病院に行って診断書を持ってくるように言われたんです。すると私は高血圧性の心疾患という病名をもらいました。これは被爆者が11の疾病、病気の中の一つに入ってるんですね。2ヶ月後に脳梗塞になって、もうこれは確実に被爆してるんだと、もう原告としてできる限りのことをしないといけないというので、自覚しました。だから今度の裁判でどうしてもこれね、きちっとしてほしいと思うんですよ。2キロ、3キロから離れた9キロとか10キロ、25キロぐらいまでね、本当に放射性物質が散らばった。そしてそれを吸い込んだ。で、内部被曝を起こして、病気だらけの人生を送ってる人にね、やっぱり手助けしてほしいと思います。黒い雨で病気してきた人はたくさんいます。で、今までにたくさん死んでいます。そういう人たちのことを国は認めもしないで、何の保証もなくずっと過ぎてきたこと、本当許せない思いです。それで今生きてる人で病気だらけの人生を歩みながら、病院に行くのも遠慮して、お金がない中大変な思いをしてる人には、早く国は被爆者として認めて保障すべきだと思います。